今回配列としては2回目の包帯をモチーフにした柄になるんですけども、今回もまあ前回と同じく本物の包帯のような質感の洋流の生地を使ったシリーズになっております。前回の包帯柄が、包帯の中に猫ちゃんがかくれんぼをしているというちょっとあの可愛らしいコンセプトの柄だったんですけども、今回はバラと包帯をメインモチーフにして柄を作っています。でこのバラはこう自分の大切なものとか愛情とかを表現していて、包帯は人と人との縁を表していて、そのハサミで切ったりつなげたり、また結んでみたりしてこう巡っていくっていうのを表しています。バラの色が合わせてるのはちょっと枯れてしまってるんですけども、それ自分の大切なものとかを頑張って手当てしようとしてるんですけども枯れてしまっていて、その枯れてしまっているものは戻らないのにこう手投げに手当てしているっていうのはなんかある意味ちょっと無知というか、それも無知も罪だなっていう皮肉もありつつ、はたまたもう戻らないと分かっててもこうすがってるような思いっていうのも表現しています。柄の中に注射器も入れ込んであるんですけども、バラと同じお色味の液体が入ってて、これがこうバラから抜き取られたものなのか、それともバラをこう生き返らせようとしてバラに注入しようとしているものなのか、それはこう見てる人の感じ方次第で捉えていただければなと思って入れ込んでいます。まず今回色展開が、紫のバラのものとエンジのバラのものと青バラのものと3色になっております。で形としてはこの三段ティアードになっているベビードールタイプのとても着やすいジャンパースカートと、こちらがシャツワンピになっていまして、全てあの前開きで開けられるので羽織としてもお使いいただけるようなものになっています。で今回ハーネスも作ってみまして、このハーネスをつけるとちょっとハードなイメージになってガラッと雰囲気を変えることができるのでおすすめです。ハーネスベルト外すと、まあ、こういったイメージです。後ろ目にもアクションプリーツが入っているので動きやすい、ちょっとカジュアルにも着ていただけるシリーズになっています。あとこちらはビッグサイズのシャツになっておりまして、こちらもこうやってあのハーネスベルトを締めてあのかっこよくお召しいただくのもおすすめですし、オーバーサイズにこうラフにこう羽織っていただくのもおすすめのシャツになっております。ユニセックスサイズになっておりますので、いろいろな形でコーディネートしていただければなと思います。お出ししていた商品のリピート商品になっております。こちらのオリジナルのハサミのデザインなんですけども、柄の中にも全く同じものが描かれているので、ぜひお洋服と合わせてお召しいただけるととても可愛らしいかなと思います。あともう一方、注射器型のネックレスもご用意しています。こちらも柄の中に同じものが描かれているので、ぜひお洋服と合わせてお付けいただくとアクセントになって可愛いかなと思います。アクリル樹脂を使用していて、メモリとロゴが印刷されています。中にラメが封入されているのでとても華やかな仕上がりになりました。